れたからこそお母さんこんなにすごくなったよって言いたいですね。お酒を飲んだら運転はやめましょう。大人ってあれじゃないですか、すぐ無理とか言うじゃないですか、無理だ無理だ、できないできない。でも子供ってやるじゃないですか、無理って言ってるけど、なんだかんだで結構何でもチャレンジして大人になるわけじゃないですか。そこは子供に負けてんなって思うんですよね大人って何でもすぐ無理って、経験があるからこそ無理っていうのを、でもなんか私もすごい無理無理言うタイプだったんですよ、ずっと。だけどなんかいつか忘れちゃったんですけど、無理っていうのやめてみようと思って、なんかすごい人に会うとか、すごい人にこう一緒に連絡してみるとか、会いに行ってなんか髪やってもらうとか、美容師さんだったらとかも、前だったら絶対無理、そんな無理無理って思ってたけど、いやいや、やりたいと思ったことやってみようみたいな、無理って思ったことこそやってみようみたいな思ったら、結構なんか人生変わってきたなって感じがしてて、それ大事だな、子供から学ぶすごいことって感じします。こんなアナログなオンラインサロン、こんにちは、よろしくお願いします。オンラインサロンは本当に生え際もあいつでも見れるのがいいなぁ、ね、って思います、うん、でも私なんかセミナーセミナーじゃないから、そんなにはセミナー行くの好きなんですよ、どっちかって言ったら、ね、でも好きなんですけど、やっぱママになってからアシスタントから2人そんなんなきゃいけなかったんで、ママになってから行けるセミナーは全然なくて、そっから上がっていく、で今こういうのが流行ってるっていうか、こういう技術が進んできて配信ができるようになってるから、真下で切って、本当ママに優しいなと思います。板状っぽく切って襟足絶対フィットしないし、その日美容師がセットした顔周りのフィット感が微妙に足りなくなって、また顔周りが切ることが多いんで、なんか入れ忘れてる、その後を指にさせやすい。子供たちにはそうですね、こっちの子供たちって何でも聞いてくるんですよ、これやっていい、あれやっていい、なんかすごい確認してくるんですけど、やっぱりなんか大人になってなんか人の意見気にしながら生きるような人になってほしくなくて、自分のしたいことを
もう周り気にせず、気にせず、気にしすぎなすぎもあれですけど、人っていうより自分がどうしたいかっていうのをちゃんと持ってる大人になってほしいなと思って、だから私にすごい、ママこれやっていい、これ食べていい、なんかもう寝ていいとかすごい確認してくるんですけど、なんかもうやりたいならやればって言ってます。だからまあどんな大人ってほしいか、もう自分のことは自分でやれる、自分のことは自分で考えて自分がやりたい人生生きるっていう大人になってほしいなと思います。私すっごい負けず嫌いなんですよ、めちゃくちゃ。だからその1年目とかの練習会でこうチェック受かる受からないとかも、もうぶっちぎりで一番で行ってやるみたいなタイプだったんですよ。だけど妊娠して1年目で、で辞めて、で辞めた後に同期がどんどん上がっていくのを聞いた時めっちゃ悔しくて、それがなんか一番なんかクサーって夜泣いてたみたいな時期ありました。産まなきゃよかったのかなとかそれをいろいろ考えちゃって、なんかそうね、今思えば全然産んだ方がよかったんですけど、その時はすごいなんか、あの時こうしてたらな、ああしてたらなばっかり考えてすごいへこんでましたね。辛かったですね。最後難しいな、なんか全てです、全て全てって感じです。なんだろう、子供たちもそうだし、子供たちいなくなったら死ぬし私とか、親もそうだし家族もそうだし、なんかママ美容師さんたちのやっとつながったその仲間っていうか、それが一気にいなくなったら死ぬしみたいな、いなくなったらどうかなって考えたら多分全部きついですね。全部全部にこうこう支えられてる感じしてますね。うん、私多分一人じゃ生きていけないんですよね。だからこう甘えるのがもう染み付いてるっていうか、あお願いします、ありがとうございますっていう、一人で頑張ろうみたいなあんまりできないタイプなんで、本当に支えが全てだから、それ大事にしないとなっていうのは常にありますね。うわーかかった、どうしんのがすいません、家事とかいっぱいやってて、おいい、ちょっと優しい、いやちょっと優しい、怒ると怖い。はい、ごちそうさまでした。食べさせてください。ママになる前だとしたら、本当なんか人生設計を一回ちゃんと考えた方がいいです。私はもう本当結婚とかもまあいつか結婚できればいいかなみたいな、今は付き合ってる人いてもそんなん通過点だと思ってたんですよ。この人と結婚するとか全然考えてなかったんですよ。でも結婚することになった、で子供も生まれるってなって急に真剣に考えたんですけど、結構そうなると選択肢がもう本当に狭くなっちゃって、もっとちゃんとこうね計画立てて、こうなったらこうだし、何歳で子供を産むんだったらこうだしって、なんか多分いろんな道筋あると思うんですけど、いろんなシチュエーションで考えておいた方が絶対にいいですね。でそのオーナーとか他のスタッフとかにも、まあ、そういうの話題に出しておいた方がいいです。なんか子供はもしいらないんだったら子供は作らない方針でやってますみたいなことを言っといた方がいいし、まあ、子供を何歳までに欲しいんですよねっていうのは言っといた方がいいし、そういう相談しとくしとかないで結構なんかその先のぎくしゃく具合というか、うまくやれるやれないが結構決まるような気がします。ここから必要なものを選んで使いましょう。まずはベタ塗りです。ことができます。これがすごく便利です。調整リニアの明るさコントラストはそのままなんですけれども、明るさのスライダーとコントラストのスライダーからできます。本当になんかいろんな悩みを持ってるママ美容師さんがいっぱいいるんですけど、実際結構なんか周りのこと気にしすぎて、なんかオーナーがこう言うから
こうやって我慢してんだ私はみたいな、なんかちょっと被害妄想っていうか、なんか誰々がこう言うから、次の世間体がこうだからみたいなんで、なんかやりたいことできないみたいな人が多いんですけど、結局は自分が何年後にどうなってたいかっていうのがちゃんと自分の中であれば、なんかオーナーが何て言おうと、あ、自分はこうやってここで例えば練習会とか全然参加できないで、練習もできないで、そのままずっとアシスタントでいなきゃいけないみたいな、その環境にずっと我慢している、でそれでオーナーが全然見てくれないからって、そういうなんか人のせいにしてそこにずっといるんだったら、自分で振って最優秀になりたいのにっていうのがもしあるんだったら、もうすぐさま動いた方がいいし、そのオーナーにも気持ちを話した方がいいし、なんか自分がどうしたいかにちゃんと向かう、なんか人のせいにして諦めるとかじゃなくて、自分がどうしたいかを先に決めてそこにちゃんと向かうように自分は動かすっていうか、意見をちゃんと伝えたりとか、まあ環境を変えるでもそうですし、なんか人のせいにしないっていうの大事かなと思いますね。いや、中学ぐらいからなんですよ、美容師になりたいって思ったのが。で中学ぐらいからずっと考えてて、で高校行って、で部活はバスケバリバリやって、でバスケ終わってすぐにあの近所の美容室でバイトし始めたんですよ。でそっから、そこでもうなんかビシバシビシバシ、ほんとなんか江戸っ子みたいな店長でビシバシビシバシやられて、すごいカット以外は全部教えてやるって感じで、すごい教えてもらってて、でそれで専門学校入って、でこう徐々にこう進んでったんですけど、本当美容師ね、すっごいなりたかったんですよ。すっごいなりたくて、なってやっとなったって時に、ママになったから諦めますみたいな、めちゃくちゃ悔しいじゃないですか。ですごい悔しくて、でも好きだから絶対戻るって決めてて、で戻ったのが私なんですけど、多分のママ美容師さん、全国のママ美容師さんってなんか、まあ、いろんな人いると思いますけど、私は勝手にみんなそういう情熱があると思っちゃってるんですよ。なんか、まあ、美容師になったけど一回諦めかけたけど、でも戻りたいみたいな、めっちゃ強い人たちなんだろうなって勝手に思っちゃってるんですよ。だから応援したいんですよ、すごく。なんか泣きそうなんか、なんだろうな、なんか子供のせいにしてっていうのは良くないじゃないですか。なんか子供を産んだからなんかお母さん夢諦めたとか、なんかやっぱなんか子供から見てもお母さん頑張ってんなっていう背中を見せたいし、あのなんかなんでしょうね、なんですかね、生まれてすいませんみたいな思わせちゃいけないなって思うんで、なんだろう、子供たちが生まれたからこそお母さんこんなにすごくなったよって言いたいですね。だからみんなでね、なんかきついこともたくさんありますけど、ね、みんなで力を合わせて働きやすくしていけたらいいなってすごい思うので、みんなで頑張りましょう